さてと本日は何して遊ぼうかなと思っていろいろ眺めてたら、とんでもねえゴミサイトを見つけてしまった。おっとこれはヤバそうな雰囲気。そういや見かけたことはあるけど使ったことないなぁと思って、試しに使ってみましょうか。これはいくつ屍を積み重ねるんでしょうね。でこの二つのサイトはセットで運用することになり、左が等倍サイト、右が3倍サイトになります。パッと見使えそうな気がしない。まあいわゆるゴミサイト抱き合わせセットになります。これ大丈夫か？ちなみにこのゴミですが、G36 の専用サイトになっていてお値段570ドルで月から購入できます。なんと購入制限は4個。あまりにも人気すぎて制限がかかるほどです。誰も買わねえよ。カスタムですがまあこんな感じです。一番長いバレルを使用するとハンドガードの関係でグリップをつけることはできません。バレルを切ればもっとカスタムできるけどね。今回は一番長いバレルを使用してお飾りバイポッドを装着しているゴを上げます。数値上の性能はまあまあって感じです。とエルゴが低いかな。L524 は心もとないけどね。こんな試し打ちしましょうかと行きたいところなのですが、この抱き合わせサイトの重大な欠陥が発覚しました。まあ一旦これを見てください。ちょっと、あれ？お分かりいただけただろうか。この構成、アイアンサイトを挟んじゃう。に聞いたこれなんとかして。なので切り替えるときは素早く3倍から等倍に変えないといけません。これ射撃場だからいいけどとっさだと事故りそう。で、サイトの視認性ですが、言うまでもないでしょう。ダメすぎるこれはダメすぎる。現実だとどうかはわかりませんが、タルコフではとてもじゃないですが使えません。あと反動が大きすぎるので3倍スコープは単発じゃないと厳しい。バレル切ったカスタムの方が良かったか。まあそもそも G36 の性能があれなので変わらん変わらん。だけど気になったのでバレルの長さを1段階短くしてカスタムしてみました。でここから1番縦反動が下がる RK2 を装着するとどうでしょうか。あんれ L5 一緒で縦反動悪化してるんだけど。まあつまり G36 くんの性能がそもそも微妙だったという結果に。さすがゴミ無だね。 C があればゴミ無し。ほな等倍サイトの方もチェック。視認性は相変わらずひどい。そしてこの反動と横ブレの凄さ。使い物にならない。だけどゴミ無唯一の利点がこれ。クソかっこいいチャージングハンドル。これだけかーい。とまあ本日は雲行きが怪しそうですが頑張っていきます。行くぞゴミ無ゴミサイトを活躍させに行くぞ。もうダメそう。はい皆さんこんにちは。ゴミサイト×ゴミサイトの抱き合わせゴミ無運用行きます。ゆっくり霊夢です。はいマリサだぜ。今3倍サイト覗いてたけど移動しながらだと本当に終わり。使い物になりませんな。さて PMC に遭遇したら大変厳しいですが、なんとかキルをもぎ取る気持ちでやります。で本日の予定ですがタスクを粛々と消化していこうかなと。タスクそっちのけでしばらく遊んでたからね。まずはリゾートに行って発電機を見てこないと。あと物資も拾っていきたいね。でここら辺でスカブちゃんキルタスクがあるのですが、湧いている様子は全くなし。まあスカブキルタスクのくせに湧かないことなんてあるある。じゃタスクの目的であるリゾートへ到着。今のところすごく静かだけど PMC いないんかな。さすがにリゾートには誰かはいるだろ。さてとサクッとは誰かいる。なんでアイスこっち見てたんだよ。あっぷねえ。弾をばらまけばなんとかなる。意外と止まってる敵は見えるもんだね。まあこのサイトじゃなくてもいいんだけど長母。さて屋上の PMC をせっかく倒したので外痛すぎー。そこから見てることなんてある。ずっとこっち見てたんか。音で気が疲れたんかな。かなりダメージもらいましたけどあそこから詰めてくることはできないので一旦引きましょう。と言っても離れすぎると窓から撃たれるのが怖いので壁張り付きで治療します。外周から別 PMC 来たら終わりやね。まあそうなったらドンマイって感じで。ですね音を聞いてもらえばわかるのですがめっちゃクラブ投げられてる。これ室内に投げてないだよね。もしかして別の PMC いたりする。いや外で爆発してるか。でも窓から撃ってきた人が外にクラブ投げるとは思わないけどな。普通に投げてきてるんですけど、やっぱり別の PMC いないかこれ。ちょっと状況がよくわからず動けないです。でもなぜか私めがけてフラグを投げてきてるんですよね。時折銃声も鳴るんだけどね。まあいや今のうちにできるだけ治療します。窓付近で足音確認。今の銃声別だよな。だけど一人近くにいるんよ。2階か3階のどちらかにいるねー。おっとこれもしかして外に出てくるか。車を使って外に出てくる音してるような。マジかよここまで追いかけてくる PMC いるんか。見えたら撃つ見えたら撃つ。くらえー。なんで仕留められてないの。縦反動のデカさと横ブレのひどさで弾が当たってねー。ちょまいま犠牲者いなかった。すでに戦場になってたんか。このまま屋内に走って様子を見ましょうか。ってことで相手の音を聞きながら治療中。相手は外の小屋に行ったきり情報がありません。で今とんでもないことに気がついてしまいました。どうした何かやらかしたか。予備の弾を持ってきてない。いきなりピンチかよ。なので早急に倒した屋上の PMC の武器を回収しなくてはいけません。治療が終わったら3階に行きますよ。おお屋上階段まで走れー。何階いるんだけど。頼む頼む頼む。あっぷねー。全く敵が見えねえぞこのサイト。マジで銃の本体しか見えてないんだけど。まあこれだけ近ければ雰囲気で当たるんだけどね。もはやアイアンのが強いんじゃねとすら思ってしまう。ショットガンの弾か下手したらこっちがやられてたぞ。相手が弾切れだから勝てたんか。その可能性は非常に大きいです。てかこの
の人なんでおもちゃの銃持ってるんだろう。お守りかな。で今の戦闘で弾がなくなってしまったので屋上の PMC の武器をもらいましょうか。オン MCX だ。しかもちゃんといい装備してる。お高い仮面まで装備してるね。ではここで荷物整理と、まあこんな感じになりました。残念ながら私が持ってきた G36 は荷物になるだけなので置いていくことに。 MCX 君頼んだぞい。ってことで本来の目的である発電機の確認、次は西棟に行きます。で連絡通路を使うので一応周囲の確認。渡ってる時に廊下を見られてたら終わりだもんな。直線なので撃たれたらほぼ行きます。多分大丈夫だと思うけど、西棟側は確認しようもないのか。中央棟側から撃たれてない。このレイドは変なところを見てる人が多いね。てか撃たれた場所からしてロックしてなかったか。ここで私何か嫌な予感を感じました。しかも今後ろからも撃たれてなかったか。タイミングの問題だと信じたい。でそれを確認するために階段に行く姿を見せておきます。これで私を撃ってた人は3階か1階のどちらかに逃げたと思うはずです。で3階に上がって奥まで走って崩落穴から2階に行きます。そこで適当な部屋に隠れて相手の様子を見ましょう。これで相手が私を見失えば嫌な予感は外れます。残念ながらそうもうまくはいかず。あれ的中しちゃった。ですね、状況を説明すると、部屋に入ってから一切音を立てずにこもります。で、相手方なんですけど、そのまま3階を突っ走って私がいる2階をロック。これで私は死ぬしかなくなりました。ダメだったか。これはダメですね。明らかにずっと廊下を見てるな。たまにカチャカチャ音がするんですよね。で、これも偶然かもしれないので、ルートロックのタイムを測ります。25分ぐらいからこもってるので、今は2分経過してます。まだ見てそうな予感がする。約3分半は待たれてるのか。念のために言っておきますが、私の姿を確認できてないはずなんですけどね。もうこれ以上待っても死ぬだけなので戦うことにします。オンオンオン。私が動き出した途端に3階に走った。これ崩落から見てくるパターンか。まあこれは確実に私の位置は分かってますよって感じです。さて覚悟を決めますか。最初に撃たれた感じ頭に当たるくんドットエグではなさそうなので、姿見えるくん持ちだけかな。なら撃ち合えば勝てる未来もあるのか。まあどの道振りには変わりないけどね。まずは撃ち合う前に走って確認。ほらね見てるでしょ。さてとタダで行くのは嫌なのでおちょくってやろう。ここでショルダーピークして撃ってこないか確認。さすがに撃ってこないか。車線の問題かな。ほーらまた撃ってきた。え何今のフラッシュ。おそらく照明に当たったかな。相手が撃ちまくってるのでマガジンの弾がないだろう予測で反撃。まあ倒せませんと。さて出血多量で腕も吹っ飛んでます。ここは立てこもって治療でもしますか。ってことで部屋の奥まで移動。皆様お聞きくださいこの銃声を。いるのはわかってるぞアピールすごいな。まあ落ち着いてください。どの道行きますのでせめて嫌がらせさせてくださいよ。ただでは行きたくないんです。相手しびれ切らしてるのかな。窓ガラスパリンパリンして出てこいと言ってますね。嫌だよー。ただでくれてやる命はないんやこっちには。はい皆様耳を澄ましてください。リゾートでは小鳥のさえずりではなく汚いおじさんの怒声が聞こえてきます。しかもこれ3階からかな。もう隠す気ないやん。これどうしようかな。とりあえずまた部屋移動してみる。まあ相手の動きを楽しみますか。別の部屋に移動したらどうするのか。ではまた隣の部屋に移動しましょう。するとあら不思議です。また2階に下ってきて通路で構えてますね。さて治療も済んだのでまた戦闘を仕掛けます。まずは隣に移動して撃ってくるか確認。どうせ死ぬんや突っ込むで。頼むここで耐えてからの頭は分かっていたことです。しゃあないねこればかりは。まあリゾートなんでよく出没するのは昔から変わりないですね。さて気を取り直してタスクやっちゃいましょうか。リゾートに到着です。今のところ銃声はないのでとても静かですね。西棟2階に用事があるので階段登りましょう。一応ね、廊下も怖いので3倍サイトで確認します。これ3倍使わない方が見えるだろ。むしろ標的を見失うわこれ。ダメだあまりにもゴミすぎる。ってことで発電機確認タスクは終わり。てかこのタスク結構序盤だよな。スキの信頼度マックスになったから放置してたんよね。タスクの順番なんて自由なのさ。でこのレイドの用事はもうないのであとは適当に鍵部屋あさってから帰ります。301号室を開けちゃおうっと。東棟ですっぽい銃声してるね。多分1階かな。すごく音がこもって聞こえるね。ハズレですかね。LEDX 欲しかったけど手に入らんか。そんなすぐに手に入るもんじゃないからね。おんおんおん。近くの窓ガラスが割れた。あんれこれまずいか。いいや流れ弾だろこれは。だよねよかった。やっぱりドキドキしちゃうんだよね。あさり終わったのでリゾート出て帰宅しますか。東棟に PMC いるっぽいの撃たれてる。おーマジか。まあこれはね見てただけだよ。大丈夫大丈夫。ただ一応警戒して西棟側から出てライトハウス脱出を目指します。ここは安全策を取るべきだね。気持ち的に負けたのは気に入らねえ。まあタルコフは安全に帰るのが大事なのです。それではニンニン。さてお次の用事はタスク品の鍵回収です。リゾート裏の川近くのバンカーに行くタスクだね。てかそれしか用事ないので適当にここら漁っていきましょう。あとスカブちゃん出てきてくれたらラッキー。おっといるいる。元気よく撃ってますな。ほなこちらも反撃させてもらうで。一匹いるってことはもう何匹かいるかな。ちょっと周囲を調べてみますか。やっぱりいました。さてよーく狙って。やっぱりこの切り替えわかんなくなるわ。あれ PMC ナイフブンブン振ってるな。後で装備見てみますか。ですねやっぱりスカブちゃん狩りでも非常に使いにくい。まあわかっていたこと。これ体感なのですが当該サイトは近くの敵を倒すよりも
遠くの敵のが倒しやすいんですよね。それサイト本体がでかすぎて近くが見れないパターンやん。ひどいひどい。あとはゴミ拾いもしておきましょうか。今後の資金がちょい心もとなくなってしまったので少しでも稼いでおきたい。前回の動画の45連敗がかなり響いてるからな。あれ800万ぐらいは吸ったんだよねー。スカブちゃんの足音がしました。多分ここらぐらいじゃないかな。ピッ外せー。サイトでかすぎて範囲外に行ってたわ。これ PMC 戦でやらかしたら終わりだぞ。まあまあスカブちゃんでよかったってことで、当倍でちょっと距離があるだけでこの見え方です。使う意味がありませんねー。あの、弾当ててもらえますか。使ってみろよ。むずいんだって。そういや倒した PMC 君どんな装備だろう。あ、強く生きるにゃで。お得意の書狩りですか。結構美味しいもの拾えてるのでホクホク。なんだこの鍵。まだ見つけてない鍵だねー。え、どこの鍵だ。ドームってついてるからカスタムの用かな。新鍵っぽいね。振りまで調べたらだいたい30万ぐらいする。こんなところに落ちてるんだ。覚えておこう。てかこの場所あんまり来たことないけど結構美味しいね。ちょいちょい貴重品も湧いてるからね。漁る場所も多いし人もあんまり来ないから穴場かもね。荷物もいっぱいなのでタスク品回収して帰りますか。むっふっ、今回いろいろ拾えたのでラッキー。道中にスナスカちゃんがいるので処理しないと。見てるだけでも使いにくそうなんだけど。エルゴも高いわけじゃないから長くも構えていられないし、この苦しみを体験するためにニキータゴミサイト指定のタスクを作ってくれ。これはユーザー怒ります。で、目的のタスク鍵を回収と、あとは帰宅するだけですね。それでは脱出でござるよ。人諸話の用事も済んだのでちとインチェに出張。インチェに何か用事あったっけ。スカブキルト脱出ぐらいかな。まあできたらレイヤーぐらいでゆるりと来てます。オットウルトラで重生してる。まあ私こんなサイトを使ってますのでね。 PMC 戦はちと厳しいところがありますので避けますぞ。なんか足音したような。二人組いる。この距離ならサイト内に入るぞ。なんかめっちゃ綺麗に倒せたんだけど。今の理想的な接触じゃないですか。一人挙動がすんごい。ムッフフ。二人分の物資手に入るなんてラッキー。まあねゴミサイトでもねやればできるんですよが。母3人ね。あら別の PMC かな。気がつかねえよ。いやむしろ二人持っていけたことが奇跡なんよ。まあそれはそうだけども、スカブちゃんすら苦労するサイトなんや。 PMC キルできただけで偉い。ハードル低くしないとやっていけない。こちらが本音です。スカブちゃんが一人いたので他にもいないかな。上から撃たれてないですか。階段登ったところだねー。ちょいくらいのと視界が悪すぎてどこにいるかわからねー。マジでどこにいるんだ。頭っぽいけどあれオブジェクトだよな。え、どこから撃ってきてるんだろう。ちょっと左にずらしてみな。あらまああんなところに。皆さん見てください。3倍が活躍しましたよ。いやしょぼいって。距離を離せば多少は見える。当倍サイトってなんだろうね。サイト本体のが占有面積大きいのがいけない。実際はもっと目を近づけてみると思うんだけどね。いずれにキータが調整してくれることを祈るしかない。スカブちゃんが結構湧いてくれるのでスカブキルタスクが進んで嬉しい。もっと湧いていいのよ。インチェ来てもスカブちゃんキルして脱出するぐらいしかやることないな。そうだ、飯がもう少なくなってるからごしゃん寄って回収しといて。なんでですかね。いつも飯不足になるのは。さて回収回収。飯はいくらあっても足りねえ。カバンの空き全部埋まるまで拾っていけよ。誰も来てないみたいだから大量に残されてるね。さてとカバンもいっぱいになったので帰宅コースかな。スカブちゃんがいるっぽいので探しますか。おっとそこにいたんか。単発の反動は軽いからヘッショは狙いやすそうね。スカブちゃん出ておいで。その可愛いお顔見せてちょうだい。はいもらえっと。ヘッショはしやすい。で彼が最後の一人ですね。はい単発単発。じゃ帰宅です。いい感じにスカブちゃんもキルできたのでよきかな。それではニンニン。では総評。今回使用している G36 専用の3倍サイトと当倍サイト、通称ゴミ抱き合わせサイトは明らかなるゴミとします。まあそうなるだろうね。そもそも3倍の視界が狭すぎて使いにくい。あと当倍が近くの敵を視認しにくいという欠陥持ちで、3倍から当倍に切り替えるときにアイアンサイトを挟んでしまうのが非常に厄介。こればかりはニキータが修正してくれることを祈るしかねえ。てかそもそも G36 の性能が良くないのが悪い。縦反動は強いし横ブレはひどいので、中距離以降の戦いだと弾がばらけて敵を仕留め損なう可能性がありますね。あとエルゴがマジで低いのがな。ただ唯一良かった点は単発の反動はおとなしいってぐらいかな。無理に G36 使うならおとなしく M4 か HK 使いなさいってなっちまう。てなわけでサイトはゴミなので使うなら覚悟を持って使おう。てかタルコフプレイヤーは物は試しに一回運用してみてほしいな。いかに他のサイトが恵まれているかがわかります。一回底辺を見ておこうかって話ね。はい今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やメンバーシップ加入高評価をお願いしますぞ。それでは皆さん良いタルコフライフを。またね。